はい、皆さんこんにちは、鑑賞会 TV が始まりました。このチャンネルですね、アプリシエーションソサイエティという、我々、バンドなんですけれども、そのバンドでですね、音楽だけじゃなくてね、いろんな、演奏以外のお話とはね、いろんな企画なんか組めたらどんどんやっていけたらなって、思っておりますので、はじめましての方も多いでしょうから、一人ずつメンバー紹介していきましょうかね。まずギターのですね、私、金沢健太と申します。そして、はい。お次は、トロンボン。トロンボンの荒井薫です。よろしくお願いします。控えめでいいですね。じゃあ、続いて、ベース。ベースの菊田敏弘でございます。ああ、いいですね。そして、キーボードとか。はい、スガメスジャポンだよ。はい、スガメスジャポンだよ。いやね、こんな感じで、始まりましたけどもね、どうですか皆さん調子はね。また太ったの？なんかなってきた。なんかなってきた。はい、皆さんこんにちは。あー、来ました。こんにちは。いいね、いいね。天の声です。あ、天の声が来ました。嬉しいな。天の声がある番組ですね。今回は第1回、アプリシエーションソサエティ TV ということですが、はい、このチャンネルを見てくださってる皆さんのために、このバンドはどういう経緯で、あら、天の猫がいるよどういう経緯でこのバンドができたのかを簡単に皆さんに、この4人でまずは語っていただきたいんですけども、これかれこれもう2017年の終わりだったかな。僕が一緒にバンドやってたキーボードプレイヤーで鴨居哲也って男がいて、ライブに僕は遊びに行った時なんですけど、お店の企画名が誰々鑑賞会っていうやつでね、しばらくしたら金沢健太鑑賞会の順番が来たぞって言われて、なんだそれって思って。持ち回り編。そうなんだよ。それでじゃあ誰かいないかなって思ってメンバーを集めるときにね、まずはベースのキクちゃん、僕とはもう13、4年は一緒にやってるんだよね。やっぱり、一緒にツアーしたりする相棒としても一緒に組もうっていうので組んで。で、そこで、ちょうど僕がビッグバンドに入り始めた頃で、そこで初めて一緒になったトロンボーンの荒井薫という男を、トロンボーンのバンドってなかなかないからねっていうので呼んでみて、さらにドラマーもね、当時はいて、そのドラマーとも別のバンドで一緒なんかやろうって。じゃあキーボードが欲しいな、誰かいないかって思ったらやっぱりいたんですね。ああ、一人天才がいるぞ。天才がいた、天才スガメスジャポンっていう、その5人でね、渋谷のルーツってお店で最初のライブやったんですけど、そこでやってみたらみんなほとんど始めましたのに、なんじゃこいつらおかしい音出してんぞ、すごいぞってなっちゃって、これやるしかねえなってそれぞれみんな思っててくれたようで、そこからね、目標としてはワンシーズンに1回ライブできるように、集まってやってるバンドですね。それでは皆さんはどういう視点で鑑賞会に入った印象ですか？私はケンちゃんが、ね、18が19、そのくらいからの付き合いなので、もう10ぐらいやったかな、本当に。大小合わせて。いろいろやったね。で、このバンドが、おやっと決まったなって気がした。今前と違う手応えだったので、これはいけると。それではトロンボーンの荒井さんどうでしょう？共同のクレイジーラブってお店でリハーサルやってるんですけど、クレイジーラブのピアノを調律するからっつって一回追い出されてさ、おみんなでさ、コーヒー飲み行ったことがあったよね。行ったね、あったね。 それ昨日思い出して、うん、でなんか客も俺たちしかいなかったんだけど、もう すごい最悪な盛り上がり方しててさ。最悪？何が最悪なのか分かんないけど、ね、人に言えないような感じで、もうギラギラ笑ってて、結構あれ楽しかったね。
あれよく覚えてるな。そうか。やろうかな。という会は必要ですね。なるほど。それでは、スガメスジャポンさんは、どういうきっかけで、この鑑賞会に入りました？印象的なことだとありますか？俺は、もう、ケンタがね、こういうのやりてんだけど、つって、いや、スガちゃんはもう好きにやってくれ、もう自由でいいから。あ、じゃあやるよ、つって。うん、じゃあやるよね。うん。それはそうですよ。それで、じゃあもちろん行くよ、つって、やったんだよね。うん。そうだね。そう。で、実際、ほんとそうだもんね。うん、あのね。俺、好き勝手やってるわ。でも、おかげさんで楽しくやってるよ。ありがとうございますよ。ねえ。それでは、皆さん、なんか、印象に残ってるライブが、ライブの話を聞きたいんですが、何かありますか？ああ。俺は断然1回目はやっぱりすごい覚えてるな。あそこは普段さ、DJ とか入れてるイベントのお店だからさ、機材とかもその、ね、うん、機材とかもそのライブハウスって機材じゃない中でやったじゃん。まあそういうのがなんか良かったんだよね、あそこでは、ね。先輩はこんなちっちゃいキーボードでね。そうそうそう。だって店にないっていうから、俺のちっちゃいの持ってくしかなかったんだもん。まあ、しょうがないよね。一応タンクぐらいしかない。これぐらいしかなかったんだよ。タンクターブ、うん、タンクターブ、うん、これぐらいで。いや、でもね、ケンマンスじゃねえんだよ。うん、ケンマンスじゃない。男前だね。いいよ、そういうのいいよ。いいな。キクちゃんなんかどうよ。ん？あのライブですか？いろいろ。例えば。はい。ああ、今聞かれたのか。18年の10月のメイプルのライブとか、なんか印象残ってるとか。ああ、あれも良かったですね、すごいね。うん、メイプルもやっぱその、ケンタをはじめいろんなちょっとステージ立ってますけれども、またなんか出した音というか、風景がいつもと違ったな、ね。あそこでなんかすごくライブ、バンドだなっていう感じがした気がする。うん、だから2ステージがっつり僕らでやるっていうのを、その時だったからね。あと、あの時はドラムのヒレちゃんっていうのがまたね、結構音楽的にも引っ張ってくれてたとこあったよね。結構彼がアイディアマンであり、一番話がエッチだった男だったからね。多分だから、新井さんの言ってた喫茶店っていうのも彼が大体全部仕込んでる。そうだね。はい、アプレーションソサイティっていう名前を考えついたのも、ヒデさんだったかな、確か。そうそうそう、この鑑賞会っていうものをね、うん、ただ単に英語にした。でも最近は愛着が湧いてくるようになってきて、もう予測変化に A って言ったらすぐ出るようになってきたからね。すごいね。俺もね。ちなみに皆さんはサウンドチェックが終わって本番までの間に何をすることが多いですか？僕は、僕はカレーかな。あ、キクタさんはカレーかな。新井さんは？俺はね、カレーに付き合ってるけど、あんまりね、本番前、物食ったりするの好きじゃないのよ。優しい。言われちゃった。付き合いでカレー食って、なんかやったらカレー食わされて、ひどい目にあったりもしたけど、そうだ、ね、本当はね、あんまり食いたくないんだけど、付き合いでカレー食ってますよ。あれ、菅ちゃんは？いや、俺もカレーとか別にさ、興味ないんだけど、まあ、しょうがなく行ってるよ、空き時間、みんなとカレー。そう、学大の店やばくね？うん、覚えてる。ほんと軽くてさ、うん、味は良かったけどね。いや、味は最高でしたよ。カレーの何度、うん、菊田てめえ、この野郎って。辛かったね、あの店も。ってことは、本番前のルーティン。本番前のルーティン全部カレーなんだな。この話もおいおい、まあ、今回、はい、もう少しで終わりを迎えるんですが、はいはい、次の鑑賞会に向けて何かテーマを決めましょうか。そうですね、次回はですね、今4人ですね。実際このバンド現在6人編成なんですね。次はもう1人増やして話しましょうかね。はい。
じゃあ最後に何かアプリケーションソサエティの宣伝か皆さんに一言。はい、今ですね、僕らの CD をですね、ベースショップで、立ち上げてですね、買えるようにしてありますので、そちらの方でぜひチェックしてもらいたいのと、あとですね、バンドのツイッターっていうのもですね、下の方に、リンクも載せておくんですけれども、そっちもチェックしてもらえたらなと思っております。はい。では、第1回のアプリシエーション TV、これにて終了でございます。ありがとうございました。バイバーイ。